ありがとうございます。かつて死にたいって思っていた僕はリナちゃんと出会って命の大切さを知った。だから僕は今生きています。そしてリナちゃんの病気が治ると信じてサポートし続けます。では命と愛と LGBT の啓発授業、人の数だけ好きにもいろいろな形があるよを始めさせていただきます。まずですね、本日文科省の方から発表がありました。いじめでは、まず皆さん LGBT という言葉はご存知でしょうか。では皆さんに質問です。僕は男性だと思いますか、女性だと思いますか。男性だと思う人。女性だと思う人。めっちゃかっこよくないですか。めちゃめちゃかっこいいでしょ。だけど実は元女子なんです。ありがとうと思ってます。僕が生きていこうと思ったのは、今から紹介する可愛いなちゃんと出会ったからです。LGBT は13人の1人と言われていますが、リナちゃんは世界でたった1人と言われる難病と戦っているのです。皆さんも今一度命と向き合い、生きていることの素敵さを実感してください。それでは KSC アーティストの可愛いリナちゃんを紹介いたします。大きな拍手を。リナ、あなたが生まれた時、周りのみんなの喜びがいっぱいになりました。大きな瞳で優しい笑顔をありがとう。リナ、あなたが背負った病気、世界で一人しかいない、血が止まりにくいといった難病を受け入れるまでには、互いに時間がかかりましたね。毎年訪れる七夕の日は、夜空に向かってリナの病気が治りますようにとお祈りしました。今振り返れば、命の大切さを伝えるためにあなたは私たちのところへ大きな使命を持って生まれてきてくれたのだと思っています。あなたが今ここで皆さんの前でお話しできるのも縁だと思います。リナ、あなたの病気は必ず治ります。奇跡は起きます。今生きていることを実感してください。そして皆さんにも命あることの喜びを実感してもらってください。生まれてきてくれてありがとう。私は今生きています。生きているって、それだけですごいことなんです。いじめがつらい、消えたい、死にたいって思っている人もいると思います。しかし逃げてもいい、休んでもいいので絶対に生きてください。そして家族でも友達でも先生でもいいので、相談できる一人を見つけてください。たくさんの相談相手は必要ありません。たくさんの友達も必要ありません。友達ごっこの中に入る必要もありません。真剣に耳を傾け、そばにいてくれる一人を探し求め、そして出会ってください。必ず周りにいます。そして自分自身もそんな一人になってあげてください。私は臭い、うざい、キモい、消えろ、死ねという言葉は嫌いです。しかし好き、愛しています。
という言葉は大好きです。男同士であれ女同士であれ、とっても素敵な言葉だと思います。この言葉を聞いて不快になる人はいないと思います。皆さんはどうですか？私はメイさんを通じて LGBT を知り、人の数だけ好きにもいろいろな形があることを知りました。日本中の子供にも、そして世界中の人たちにも知ってもらいたいと歌を作りました。皆さんも一緒に歌ってくれたら嬉しいです。それではメイさんも一緒に、みんなも一緒に、静かに笑っている。
1日に玄米1合と味噌と少しの野菜を食べ、thank you.
さん、ぜひ英語を。素晴らしい出演、非常にありがとうございました。ご応援していただきありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。1年4組から退場をしてください。今退場前に少しだけ聞いて、今持ってる資料の一番後ろのページ